ステーシー・オーリコ・ステーシー・ジョ・ヨーリコアカッシュ。アメリカ合衆国ワシントン州シアトル出身のイタリア系アメリカ人。1998年12歳の時、キリスト教系の音楽祭に参加。軽い気持ちでクリスチャン・タレント・コンテストに出場したステーシーは優勝し、EMI のキリスト教音楽レーベル、フォア・フロント・レコードと契約。2000年14歳の時、 デビューアルバムジェニューンをリリース。ビルボードのヒートシーカーズチャートで1位を獲得。同アルバムからのシングルドンとルックエイティメも、クリスチャンミュージックチャートで10週連続上位を記録し、同アルバムは50万枚以上をセールス。プラチナにも輝いた。2001年には、デスティニーズ・チャイルドのアメリカツアーのオープニングアクトを務め、2002年冬、バージンレコードと契約を結ぶ。 そして家族と共にナッシュビルに移り2003年3月に自身2枚目バージンから初のアルバムステーシーオリコをリリースファーストシングルスタックが US ポップ11を記録し一躍大スターとなり2003年8月6日同アルバムで日本デビューを果たす同アルバムからのセカンドシングルモアツーライフもヒットしステーシーが9人の役を演じるユニークな ミュージックビデオも話題となった。そしてこのアルバムは全世界で300万枚、日本だけで90万枚以上をセールスし、大成功を収める。2004年2月にはジャパンツアーを行い、後に東京公演の模様を収録したライブインジャパンを8月に CD と9月に DVD でそれぞれリリース。この後ステーシーは音楽から離れようと決意。 家族の元に帰り、充電期間へと入る。そして充電期間を経て、2006年8月14日に3枚目のアルバムビューティフルアウェイクニングを日本先行リリース。このアルバムのプロモーションで再来日し、ファーストシングル I I'm Not Missing You を日本の音楽番組で披露。アメリカでのアルバムリリースを待たずに早くも、セカンドシングルソシンプルを発表する。 しかしアルバムはアメリカでは正式リリースされず日本でも約10万枚とセールス的には低調だったその後2007年3月にバージンリコードとの契約を解除した後同年11月28日に日本のみでベストアルバムがリリースされたベストアルバムのリリース後は本人名義での作品はリリースされていないものの2012年に アメリカのロックバンドザフレイがリリースしたアルバム、スカーズストーリーズの iTunes US ストア用、ボーナストラックとして収録された楽曲、Ready or Not に参加している。セレブリティ的なライフスタイルには違和感を示しており、私はそう言うんじゃないから。そんな時間があるなら、もっといい曲を書けるように努力したいと発言している。また、好きな俳優は、ケイリー・グラントと発言するなど、 古風で可愛らしい一面も持っており、年代を問わず多くのファンを獲得している。2013年5月、幼い頃から彼女の曲を好んで聴いていたという歌手のクリスティーナ・グリミーとの対面が実現した。2016年6月10日のコンサート終了後、ファンの握手とサインに応じていたクリスティーナ・グリミーが射殺された事件について、私の心は、 完全に打ち砕かれたとツイッターに投稿した。ありがとうございます。